なあ信長様、本当にやんのか。ああ来たぞ。あれを奪う。結構な数だな。だからこそ油断している。まさか俺たちに狙われているとは思うまい。なるほど。普通のやり方ではランスに飲まれるだけだからな。又沢、負けると思うか。聞くなよ。俺はお前を信じるだけだ。行くぞ。天文15年、旧来の支配体制が瓦解した終わりでは激しい権力闘争が続いていた。そのような情勢下で一人の若者が元服を果たす。織田信長である。好奇心旺盛で破天荒な振る舞いを好む信長は、幼馴染の又沢こと前田利家と共に遊び暮らす日々を送っていた。父の後を継ぎ織田家当主となった後も、信長の素行が改まることはなく、家中の者たちは頭を悩ませ続けた。そんな中、駿河の大大名今川義元が三河の小大名の嫡子徳川家康を人質とすべく護送の兵を派遣する。天下に最も近いと言われる義元の動きに誰もが静観を決め込む中、ただ一人信長だけが動いた。わずかな手勢のみを率いて城を飛び出した信長は、家康を奪取すべく今川軍を急襲したのである。信長編第一章、夜明け前、今川急襲。俺のやり方、今川の人質をぶん取るぞ。かかれ。あれは織田信長の手勢か。なぜ今川に喧嘩を売るような真似を。巻き込まれては面倒しごく。この場は逃げますぞ。分かった。なんだ、戦わねえのかよ。帰り討ちにしてやりゃいいじゃねえか。敵が体勢を整える前に蹴散らしてやる。開門。よっしゃ、俺がこの門を守っといてやる。竹千代とおっさんは先に逃げたろ。平門、またぞ、勝手に突っ込んで撃たれるなよ。その言葉そっくりお前に返す。人質の退路を立てならば、ここに陣取るのが最善だろう。いいところに現れたな、信行。さすがによく心得ている。よし、この勢いで人質を追いかけようぜ。開門。本田平八がいる限り、こっから先には行かせねえぜ。ほう、敵ながらいい面構えだ。こちらも手を抜けんな。
叔父様の人質を奪おうなんてバカなの？全力で潰してあげる。全軍かかれ。今川に盾ついたことをたっぷりと後悔させてやるのだ。今川の本体が現れた。これで後戻りはできなくなったぞ。開門。タケの人質を奪おうなど不届き千万。盗っ人どもめ、ここで成敗してくれるわ。私はここで時を稼ぎます。その間に若は逃げ延びてください。ハンザ、すまない。無理はするな。伸びゆき兄様はどこかな。言いつけの通り味方を連れてきたけど。またも退路を断たれてしまった。ほう、イチも来てくれたのか。俺は兄弟に恵まれたな。ここで死んでは銃を尽くせぬ。家康を織田に奪われてはならん。急ぎ助けよ。止めよう、とて無駄よ。わしと手合わせをしようもか。目障りだ。どうか。俺をうつけと侮ったか。引かせていただこう。やはり兄上はお強い。力がこれほどとは。あとは若の分を祈るほかない。俺をうつけと侮ったか。No!
私の獲物発見ね。これで先に進めそうだ。急ぎ人質を追うぞ。この俺を止めようとて無駄よ。来てくれて助かったぞ。まったく、いつも無茶ばかり。ついていく身にもなっていただきたい。人質の身であれ、もののふの端くれ、やつやつと捕まるものか。ただの人質と侮っていたが、なかなかの気骨を持っているようだな。あなたは一体何のためにこんな無謀な戦を。イチ、よく来てくれた。もうまた無茶なことして。壊してくれる。止めようとて無駄よ。私の負けです。潔く従いましょう。よし、目的は果たした。引き上げるぞ。家康、聞けば駿河の今川家当主義元は将軍にとって変わらんと上洛を企てているそうだな。はい、確かなことは分かりませんが、そのような噂は耳にしたことがありません。ならば義元に勝てたなら、俺は天下すら狙えるということか。天下？ざれ事よ。しかし、座して滅びを待つくらいならば、俺は乱世に抗う。家康、お前も共に戦ってみぬか。乱世に抗う？
なんと壮大な。ですが、私でお役に立てるでしょうか。その覚悟があるならば、お前を人質としては扱わん。お前も俺を兄とでも思えばいい。はっ、この家康、必ずや信長殿の、いえ、兄上のお役に立ってみせます。やれやれ、信長様の蛮勇には骨が折れますな。下の者の苦労も少しは分かっていただきたいもんです。そう言うな勝家。兄上の槍用は蛮勇にも見えるが、その実賞賛あればこそ仕掛けているのだ。さすが信行だ。信長様のことがよく分かってるじゃねえか。言葉に気をつけろ、とし信行様だ。何度も言わせんじゃねえ。幼い頃からの付き合いだからな。私のことは呼び捨てで構わないさ。それよりまたさ、こたびは苦労をかけたな。これからも兄上のことをそばで助けて差し上げてくれ。なあ、任せとけって。この槍のまたさがいる限り誰にも信長様を撃たせねえからよ。そいつは頼もしいこった。